今日は桃カレー中です。サムネも私が作りました。こんにちは、桃花です。はい、というわけで本日はですね、桃花撮影動画でございます。編集も編集もで、私桃花、あの子さんの方なら知ってると思うんですけど、あのね、最初の方は全部私がね YouTube やってたんですよ、一人で編集とかも。なので最近ね、本格的にパパにね編集手伝ってもらうようになってから、もうね私桃花ね編集してないんですけども、ちょっと今回私桃花のね編集をねすごいしてみたいっていうか好きなんで、もう結構前はこんな感じで緊急事態宣言出ると思ってなかったくらいの時に、あのサンリオピューロランドに友達と一緒に行ったんですよね。でその時の動画をね、ちょっとこれアップしようって、ちょっとうちが初編集の動画でこれ使っちゃおうかなって思って撮ってから、すんごい月日が経ってやっと完成したんですよね。舐めてました完全に。こんな感じでね、ちょっと桃花編集動画もちょくちょく出していけたらなーって思ってるんですけども、ぜひなんかもっとやってほしいよとか、もしね評判良ければやりたいと思います。はい、というわけでそちらの動画ほんとね低クオリティなので、まあ、これからどん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 ね上手になっていけたらいいなって感じで、本当に初心者のもう初めて動画なので、本当に温かい目で見てください。それではそちらの動画をどうぞ。5 AM and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't want. カテリーさんどれにします？あ、ウィッシュメールメリー。あ、これかわいいな、シナモンだ。あ、これもカチューシャ、一応これに行く、これにしようか。一応今日これにするためにね、オーバーオールにしてきたんですよ。ほらめっちゃ黒と合いてるね、これかわいい。キティちゃん、キティちゃんコーデめっちゃ綺麗。ご飯どこだっけ。OK、 はいはい、というわけで到着しました。今日ね、あの3時間授業でさ、学校が早かったので平日学校終わりに来ました。もうね、お弁当食べてないから超長かった。いただきます。私はこのキキとララのカレーにしました。めっちゃグロマイメロディのカレーです。いただきます。お米だった、ね、いただきます。うん、うん、ごちそうさまでした。マイメロディーの乗り物になります。5分待ち。前乗る。よいしょよいしょ、いたいたいた。かわいい、めっちゃかわいい。ここね、扉過ぎたらマスク外していいんだって。レアじゃないそれ。貸し切りが落としそうで怖い。おいい香り。本当だ、一瞬見えるの香り。写真写真写真。ね。ハリが怖い怖い、急に怖い。毎度ありがとうございます。すっごいシュールだよ。あ、まだだって、こっからだった。あ、なるほど。はい。これね、しっかり間違えてるの。これ高くないじゃん。じゃ、遠いじゃん。さあ次はボートの乗るやつ行きます。火が素敵。いますか、上がり。押せない。
私落ちるから。私座ったって言ってたよね。落ちるんだよ。落ちてほしい。願望落ちますように。しっかり。うわ。しっかり捕まってる。いい匂い。ゆっくり。かわいい。あ、めっちゃいい匂い。ここはどこ？キキララゾーンだ。こいつ見て刺激。なんか頭の茶色がないとさ、あれじゃない？ポムポムプリンかなくない？かわいい。かわいい。だってもうここから、ここからすごいよね。未来じゃん。おーおーおー、ああ、思わせぶりそう。松丸くん、青いね。あ、こっちだよ。もう映んない。ね、映んなかったね。え、ごめん。変な顔って言って。そうよ、本当よ。私てか招待状出した本人なんだけど。キティでみんなが優雅。なんかいちいち落とそうとさ、引っ掛けあるよね、こういう思わせぶり感。ドレスだね。それダメだと思う、うん、私が3人、4人、私たちがいっぱい。友、友よ、私たちは帰ってきたぞ。わあ、すごい。超涼しい。超かわいい。なんか木を置くね。なんか木を置いてる。こういうの大事じゃん。いい気分になったな。最後これで終わるってどういう設定？では今からおデザを食べに行きます。あ、めっちゃかわいい。これ何？ビシミムン。ビシミムーン。え、超可愛い。アンニンって最高や。クリスマスこれ。そう。めっちゃ可愛い。今からキティちゃんに会いに行けるかどうかちょっと見ます。まあどうせならトモに会いたいよね。トモ。あれうちの母だから。はい。クリスマス限定だよね多分。占っていきましょうか。まあネコちゃんね。相性チェック。はい、いきます。せーの。さあ、マイナスかい。今回 100% だったよね。うん、変わっちゃった。ダメだ、ちょっと一緒にいない方がいい。うん、じゃあ一緒に、あの相性度がね上がるようにハローキティの幸せ鐘をやりに行こう。せーの。彼氏ができますように。名前付けるやつよね。うちどれにしよう。うちね、シナモンちゃんか、なんか、あ、こっちか。これかな。いいや。それで文字を取っていくってこと。ピンクかな、これだったら。逆だった。かわいい。あ、いいじゃん、その色合い。逆にこうずらしてもかわいいかも。こうかな、うち。乾くまでこのままでお待ちください。はい、ではちょっともう帰りたいと思います。今日3時間しかやってなかったんだよね。短いけど十分。はい、すごい、ありがとうございます。すごっ、見て、これもらったスポンサー缶さんから来たって。じゃあプリ取りに行きましょう。さあ、サンリオ湾にプリ。かわいいサンリオプリ。なんか顔が緑の色の色の色の緑だが。これやります。
きます。キティ本気出します。待てよ、よし、うん、じゃあけど今プリ取り終わりました。あれあれあれ、魔法も脱いだんですか。いや、そんなことない。うわ、そういうのダメだと思いますね。そんなことない。ちょっとそれはさすがにちょっと許せないと思いますね。そんなことない。ちなみに先ほど撮ったプリクラの写真がこんな感じ。バンバン、ねえ、ちょっとカットできなくなるから。Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.